はい、藤井八官豊島九段に敗れましたこのところちょっと負けのニュースをお伝えしているなという印象があるんですが、はいうん、大丈夫なんでしょうか、ね、いやあのう、ね、夜杉本首相に取材したんですけど、うんはい、もやっぱりこの急所という言い方を、ね、杉本師匠してたんですが、ええ、まあ一番の山場で今までだったら攻めの一手をしてた藤井さんが。 ちょっと守りに入るんだよねと<ー>そこが気になるしそこが負けと結びついてないか心配してますということは言ってましたねそうですか今後、影響というのはどうでしょうか。ねえこれね次の 名人戦第5局にもし敗れると眠れる獅子の豊島九段を起こすことになって、はい、名人戦すら、ね、防衛が難しくなるかもしれないと杉本師匠言ってました、はい、また次の栄養戦第4局にも影響が出てくるんじゃないですかとも言ってたんです、ね、スケジュールがタイトで、はい、名人戦またすぐあって。 で、はい、さらに今月末には、栄養戦もあるという。うん、この辺り過密なんですよね。そうなんですよ。これね、あのスケジュールを見ると。いかに過密かっていうのは、わかるんですね。はい、これ、日曜日、月曜日で、名人戦第五局、これ二日間やりますよ。はい、北海道ですよ。はい、で、二十八日は移動日で、北海道から戻ってきます。はい、で、今度、金曜日に、栄養戦の第四局でしょ千葉であるんですけども、その前日は。 移動して見聞もやるんだからこれ中3日に見えるんですけども、はい、実は中1日なんですよ<ー>この中1日で研究っていうのがどこまでできるのかしかもこれあの次の叡王戦というのは不利と言われる後手番ですから、はい、藤井八冠のね進化が問われる1週間だと思いますね。でももこの過密スケジュールも、はい、八冠 であるからゆえの宿命なのかなっていう感じもしますねそうですねそれこそね、うん、全館制覇をしたのは、はい、あのハブさんですよ、はい、ハブヨシハルさん、はいはい、あのハブさんも全館制覇できた時期っていうのは一年持たないわけですからもう さんその記録は抜きましたけども、はい、それぐらい、ですねやはりこれを維持していくっていうのは難しいということなんですよ。そうですね一冠取るのがまず大変八冠も取ってるゆえにどん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 ん挑戦者がやってきてそのタイトル戦が続くということですもんね。うん、そうですこれだからもしね叡王戦落とすということになればですよ、うん、今度は八冠になるためにはもう1年かかるわけです。そそうかそうかかから8巻な 凄まじい今状態だということを我々は見ているということですねそういうことです正念場を迎えます夫人八冠ですが次の対局となる名人戦第5局は今月26日から北海道紋別市で行われます